FM802 ミュージックフリックス、時刻は22時57分。番組後半戦始まりますが、私の楽曲チェックメイトが主題歌で流れている現在公開中の映画、駆け狂い、絶対絶命ロシアンルーレット、出演の浜辺美波さん、高杉真宙さんからのコメントがな、届いておりますので、スタートしていきましょう。よろしくお願いします。ジャバミン優太役の浜辺美波です。鈴江亮太役の高杉真宙です。美玲さんこんばんは。今回の主題歌チェックメイトの映画のエンドロールで聞いた時は、今まで その駆け狂いの主題歌とかとは違う色合いの音音楽で、駆け狂いの世界をさらにこう盛り上げてくれる素敵な曲だなと思って、かっこいい曲が来たなって、うん、本当に感謝の気持ちが湧いてきました。僕も試写会で初めてフルで聞いたんですけど、エンディングが流れた時に曲が流れてきて、あれ今回またちょっと違った曲だなと思って聞いたら何ですか、何で笑ったんですか。違った曲だな。はい、違った、またちょっと、はい、一風変わった曲だなっていう、はい、だなと思ったらミレイさんだったんですよ。声聞いた時に一瞬で、そう、俺知らなかったの。へえ、あれと思って、この声は聞いたことがあると思ってで俺すごいミレイさんのその曲が好きだったので、あらあら、そうそう、聞いてたから、だから、あ、駆け狂いでミレイさんが歌ってくださったんだと思ってテンションが上がったんですよ。上がりましたよね。はい、でも紅白にも出られたんですけど、紅白に出られて、駆け狂いすごいなって思いました。ありがたいです、本当にありがたいです。はい、ミレイさんが駆け狂いの大ファンとお聞きしました。本当に嬉しいです。最近はそうおっしゃってくださる方も増えてきたんですけど、本当ミレイさんがまさかそんな駆け狂いをね、視野からやってるものですから見てくださってたとは本当に驚きましたし、ただ音楽を聴いた時には、あ、してくださってたんだなっていうような駆け狂いの世界観を表現してくださって、お聞きしたいんですけど、ミレイさんは駆け狂いのどういうところがお好きですか。ぜひ今度お会いした時にいろいろ聞かせてもらえたら嬉しいです。駆け狂い大好きなミレイさんへちょっと一つ質問させてもらえたらと思ってます。駆け狂いの中でも僕の演じる鈴井という男はとっても異質なキャラクターなんですけど鈴井さんのことをちょっとどう思ってるかお聞きできたらいいなと思ってます。正直お願いします。正直ってなんですか。はい、はい、またミレイさんが駆け狂いの中で推しているキャラクターは誰かも聞けたらいいなと思います。ぜひ教えてもらえると嬉しいです。映画駆け狂い絶対絶命ロシアンルーレットは全国の劇場で公開中です。ギャンブルの強さで生徒の階級が決まる私立百花王学園で禁断のバトルがついに開幕します。命を懸けたロシアンルーレットのバトルはこれまで以上にものすごいことになっています。手に汗握る怒涛の展開から目が離せません。そしてミレイさんの主題歌も本当にかっこいいので、ぜひ劇場でご覧ください。ではスタジオのミレイさんにお返しします。いや、嬉しすぎるコメント、浜辺美波さん、高杉真宙さん、本当にありがとうございます。豪華すぎますよこのコメント、嬉しいです。駆け狂い絶対絶命ロシアンルーレット、皆さんもご覧になりましたか。本当に面白いですし、もちろん主題歌もいいんですけれども、駆け狂い知らないよっていう方でもこのギャンブルの世界存分に楽しむことができると思います。浜辺様感謝ですなんて言っていただいて、こちらこそでございますね。え、高杉さん以前から聞いてくださっているということで、もうちょっと感動してまた口が開いておりますけれどもね。え、そうなんです、私以前からファンでしてね、駆け狂いワールド大好きなんですけれども、高杉さんが最後質問してくださいましたけれども、高杉さん演じられる鈴井、モブとも言われていますけれども、そんな鈴井さん見てどう思うか、率直な意見をと言われたんですけども、私鈴井さんってすごく大事なモブだと思っていまして、普通じゃないですか、鈴井さんってとっても普通なんですよね、感覚が一般的で。だからこそ駆け狂いのみんなのメンバーの他のキャラクターたちのクレイジーさがひときわね引き立っていると思うんですよね。なのでね、とっても大事なスパイスだと思っております。で、ここぞという時にね、バシッと決めてくれるというのもね、まあ、この映画の中でもありましたけれども、見どころも鈴井さんが作ってくださっていると思うので、私は鈴井さんとっても大事なキャラクターだと思っています。いやー、本当に楽しい映画ですよね。本当に嬉しいコメントありがとうございます。そして駆け狂い絶対絶命ロシアンルーレットなんですけれども、6月11日からは副音声上映というのもしているそうなんですよね。私まだ見に行けていないんですけれども、出演者の方々がね、映画
の上でな、副音声でこのシーンこうだったとか、ああだったよねとかっていう裏話とかもしてくださってるみたいなんでね、あの1回目は普通に見て、2回目は副音声上映で見てなんていう楽しみ方もできると思いますのでね、皆さんぜひぜひ映画館へ足を運んでみてください。そして、主題歌最後に流れるチェックミートも、お聞き逃しなくということで、そんな主題歌いってみましょうか。コメントありがとうございました。ミレイでチェックメイ。期待したいんじゃない。 I don't mind if you mess up my life. 魂愛のスキン見せ Like every night. You hurt me so much. You want me so bad. But I know everything. I'm your everything. Let's make a bet. His heart, heart's don't think I'm your soul.信じたいんじゃない、まだ這い上がりたいんじゃない。魂愛も好きさせ Like every night. You hurt me so much. You want me so bad. But I know everything. Yeah, I'm your everything. Let's make a bet.お届けしたのはミレでチェックマイでした。改めて、映画絶対あえ噛んじゃった大事なところで、映画かけぐる絶対絶命ロシアンルーレット、出演中の浜辺美波さん、高杉真宙さん、素敵なコメント本当にありがとうございました。私ももう一回映画館見に行きたいと思います。